こっちだよ。あ、押さえてんだよ。タコで押さえてこっちが入れてるよ。真ん中抜いてるよ。あ、左の剣で。あ、あちょ。さあどうしようかな。こっち裏剣じゃねえんだよ。じゃあほら勝負しろ。見せねえでいいから。勝とうと思わなくたっていいよ。空手は基本的に受け身の剣。受け身というところがすでに精神的です。そうね、終戦直後やったんでね。何年なんかね、道場何年になる、やってから。もうやったのが29年です。29年か。その前にまだ教えてたからな、俺29年だから25年ぐらいかな。もう孫弟子までいて、弟子の数はわからないという道場のし、枯れてますね。おい、ほうほうほう、やるんだよ、三千を。これ、三千、ひれ。おお、そう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 。右の時やるんだ。はい。で、ついた時に殴ってやる。はい。うん、右を殴れ、右を。あ、ついて。ああ。おお。撃ってきた。はい、いいだろう。どうした、もう一回か。あ、そうだよ。今何なんですか。今はまだ初段です。先生すごいですよね、彼女は。え？すごいですよね。あ、すごいすごい。ね、うん、やる気がありますよ。うん。お嫁行くとね、みんな辞めちゃうんでね、女の人は。売れ残るのもかわいそうだしね。